ブリーフィングのスタートが遅れている。司令部要員の中に慌ただしい空気が流れているにもかかわらず、命令を受ければ疲れ切った体で飛ぶことになる彼らはもはや動揺もしていない。それ何書いてるんですか？どうしても思い出せないのよ、この次の言葉が。ダメ、見せてみる。ダメ。あとはその日餌をもらえないの、お姫様が病気になったから。誰誰？ローズグリーズ。それローズグリーズの悪魔の仕業だろ。知ってるの？北の海から来る悪魔だ。ああ、もう毎日毎日寝る前にばあ様に聞かされては夜中にトイレ行けなくなってよ。諸君、静粛に。私もその有名な伝説の部分なら知っている。歴史が大きく変わるとき、ラーズグリーズはその姿を現す。はじめには漆黒の悪魔として、悪魔はその力を持って大地に死を降り注ぎ、やがて死ぬ。しばしの眠りの後、ラーズグリーズは再び現れる。諸君。いや大佐、これは極めて重要任務なので、総司令部より派遣された参謀である私から説明します。大志や地上軍は最終到達線をユークトバニア首都において一大攻勢を起動し、すでに準備期間に入っている。この作戦が達成されれば戦争は短期に終結するだろう。だがユークトバニアはラーズグリーズ海峡の氷海で待機中の新ファクシ級2番艦リムファクシの弾道弾を持って我が海岸橋頭砲を攻撃してきた。幸い我が地上軍はすでに準備展開を終えており、攻勢開始への影響はなかった。だが地上軍の脅威であるリムファクシの弾道弾攻撃を排除しなければならない。リムファクシへの航空攻撃が唯一可能となるチャンスを得た。リムファクシに向け航行中である敵輸送潜水艦が超音探知により確認された。輸送潜水艦の目的はリムファクシへのミサイル供給である。その航路情報からリムファクシとの会合予定時刻が解析された。偶然にもそれは我が地上軍攻撃開始ゼロアワーと同時刻になる。ミサイル補給を行うため、その時刻にリムファクシは必ず浮上する。この一瞬を突き、接近を察知されないよう低空から侵入、奇襲攻撃をもってリムファクシを撃沈せよ。リムファクシは浮上した後1分間で潜航可能状態に移行する能力を持っている。侵入が察知された場合はリムファクシへの攻撃を1分以内に完了せよ。なお今回はアークバードによる衛星軌道からの支援はない。一切が君たちの双肩にかかっている。地上軍の全作戦は君たちの奇襲攻撃第1弾にかかっているので、そのつもりで氷のラーズグリーズ海峡を彼らの墓場に変えてやってくれ。地上の敵には対処できないかもしれませんが、この編成で出撃ですか？モード出撃。機器のチェックを実施し、給油体制を整える。給油機まで1マイル、あと500ヤード、あと100ヤード。完璧だブレイズ、これより給油を開始する。飛行せよ。高度1000フィート。
ート以上の上昇は禁止。奇襲に気づかれる恐れがある。寒気がする。この北の海からナーズグリーズの悪魔が来たんだ。ナーズグリーズあんな潜水艦がナーズグリーズのわけがねえ。死後を注視せよ。まもなく無線を封止する。あとはマイクを切って独り言に勤しんでやな。敵潜水艦撃沈。Thank you.
リムファクシへの奇襲攻撃は成功し、撃破されたリムファクシはラーズグリーズ海峡の海の藻くずと消え去った。北洋の脅威は消滅し、ユークトバニアに展開するオーシア軍は一大攻勢に出た。私、やれやれ、敵戦を撃沈したエースパイロットは向こうにいるだろう。よりによって私にインタビューなって。あ、いえ、そんな。そう、あなたもかつては戦闘機乗りだったと聞きました。今は整備隊の貨物機の操縦だけさ。年寄りの冷や水は諦めさせろという隊長の言葉でね、私が言うのは前の隊長バートレット隊員のことだ。失礼な話だね、まったく。バートレット隊員とはどこで？前の戦争で彼は敵地にベイルアウトした。私もね、飛び交う弾を二人でかいくぐって味方の最前線にたどり着いた。陸軍には味方だとは信じてもらえず苦労したよ。撃墜されたんですか、あなたたちが？おい、過去の失敗については勘弁しておくれ。ダメかね。いえ、そうじゃなくて、一緒に飛ばなくともあなたの年齢と経験は彼らの支えになっている、そう言いたかったんです。あなたは彼らの話をよく受け止め、的確な助言を与えているように見えます。そりゃありがとう。彼らの力になってやってほしいんです。私にできることならば。彼らのやっているのはいつ切れるかもしれない綱渡りです。このままではいずれ限界が。まあ